ミロッキーやるか。やるか。来ちゃったよ。第5話。来ちゃったね。来ちゃったよ。本当に。色合いやばいね。ね、なんかどうやら噂では僕の推しがなんか来るみたいな。ねえ、いや、ちょっと前までさ、しんたくんかなってなってたんだよな。いや、そうなんですよね。なんかね、そう。だから、もう聞いてないと思ってたんだけど、急にかなたくんが、なんか今回、ピックアップされているらしい。うん。ああ、ちょっと安心した。いやー、これはね、もう僕、告知画像を見た段階で、いや、かなたくん死んだわってね、ずっと叫んでたんですけど。いや、生きて帰るビジョン見えないのよね、かなたくんね。そうなんだよ。だからすごい嫌がってるんだよね、僕の心持ちとしては。うんうんうん。死ぬところ見たくないっていう。いやー、誰かが手を差し伸べてくれれば。あ、確かにね。うん。確かに。誰かの影響で変わるっていうのはまあ全然ある。あるあるある。そう、いや、信じる。そう、しんたくんに何もありませんように。いやー、しんたくん、ずっと1話からね、落ち気味ですからね。そうなのよ。上がることないのよ、彼。上がってない。どんどん落ち込んでってる。そう、ちょっと、ちゃんと成長してくれ。頼むから。うんうんうん、やるか。やりましょう。はい。初めから、行くよ。頑張るぞ。第5話、君と僕をつなぐもの。はぁ、操作説明はもうバッチリでございます。ありがとう。今回もピオス操作ですね。はい。どういう始まり方するんだろう、まず。おぉ、衝撃なんだけど。まさかの、ちびゆう先生。かわいい。あら。早く来いよ。置いてくぞ。ああ。これあれだ。うん、あのね、妹らしき人。うん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 。だよね、きっと。待って。まったく、無理についてこなくていいのに。お前、一人でも大丈夫だろ？ううん。私がそうしたいの。私はただ、ゆうくんと遊びたいだけだから。は？妹じゃない。ええ？妹ゆうくんって言わんくない？いや、そうだよね。そういう関係っぽくない？ねえ。え？聞いてないよ、そんなの。黒髪だから、家族関係だと。思い込んでおりましたけれども。まさかの？恋？え、何？もう少し大きい声で喋れよな。この鈍感野郎！ごめんなさい。これはゆうくんが悪いわ。ほんとだよ。まあいいや。それなら、俺の手下として、キビキビついてこいよ。なーんてこったー！なるほど！ブラックさん？ブラックだね、これは。え？やばい！やばいな。これは、しんたくんがゆうくんを、救い出す、未来ありますよ。ありますね。ありますよ。あ、へえ。シンタと自分重ねることありそうですね、ゆうくんね。やりそう、やってそう。やってそう、やば。はあ！俺の決定こそが正義。俺の選択こそが道を切り開くのだ。ああ、これ、最初に言ってたのに、選択できない男になっちまったんだよね。ってことだね。くぅ。ゆうくんはいつも自信たっぷりだね。羨ましい。でも怖い演出来そうじゃないですか。間違えちゃったよね、ゆうくんは。怖い。本当に、そういうの聞いてません。怖い演出予言者。天才？うわぁ！どうしたの？ゆう先生。夢か。あれ。あ、疲れとりますね。ごめん。なんか嫌な夢を見て。
なんか新しい BGM 結構取り入れられてるな。お、本当だ、聞いたことないこれ。ねえ、気にしないで。それならいいんだけど。あんなことがあった後だもん、無理もないよ。あーあーやめて、いやーやめてください。ここは本当にしんどいのよ、本当に。あーラフちゃん、あーなんでこういう場所ばっかりピックアップするんですか。ひどいよ。先生もだいぶ疲れてるんじゃない？顔が川の中のクラゲみたいになってるよ。川にはクラゲはいないよ。そうなの？うん、海だよ。まだ実感が湧かないよ。昨日だけでマリアもライオンもライムとルミ先生もいなくなっちゃったなんて。そうよね、4人も一気に消えたら、うん、そりゃあなんかメンタルに来るよな。よくヒカルちゃん無事だな、うん、いや本当に。うん、あ、ライムとルミ先生は脱出できたんだから喜ばなくっちゃ。私たちも二人に続こう。えちょっと、よ、どう、え、ヒカルちゃん強くなりすぎだよ。いや本当に、そうだね。すごいなこの子は。いやでもそういう風にすることをマリアも望んでるって考えてるんだろうね。あー、ちゃんとマリアちゃんの気持ちを考えられる状態にあるのがすごいよ。うん、うん、さて朝ごはんまでは少し時間があるな。みんなの様子を見て回ろう。昨日のことでショックを受けた子も多いはずだ。メニュー。はい。はい。一応セーブしときますか。なんか寂しい朝だね。ねえ。切ないよ。え、変わってたりする？ああ。あ、文章が増えてる。てか卵まで律儀に書いてあって。うん、本当だね。集金ルールを破ってゲートを開いた卑怯者、ズルデミ、ズルい。ズルした奴は脱落して当然デミ。って言ってるね。おお、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 白い。なるほど。集金ルールを破ってゲートから脱出した卑怯者。悔しいけどデミにはゲートを閉められないデミ。なるほどね。バイバイスロットでお迎えされなかったから食べられちゃったデミ。あー、あー、ルミ先生とかの名簿ないから見れないね。あ、そっかそっか。うん。なるほどね。いやでもなんかルミ先生も、なんか成長しつつはあったけど、うん、そのまま出ていっちゃったから、うん、なんかこれが複製になってくんのかなっていう、ちょっと期待はありつつも。うん、ちゃんと正常な状態に戻って迎えに来てほしいけど。そうだよね。うん。ライムが干してくれたから中の布団はまだふかふかだ。うわぁ、ライムちゃんの痕跡があるのか。あ、調べられないわ。あ、お、このスペース静かになっちゃったね。ほとんど私とマリアとルミ先生しか使ってなかったし。そうね、ルミ先生のお世話をするのに使ってた感じだったもんな。うんうんうん、うん。ヒカルは大丈夫？その、マリアのこととか、辛かったら無理しなくていいんだよ。いいの。昨日のことは誰も悪くない。大人すぎ。みんなでメダルを集めようって立ち上がったことも後悔してない。私は、マリアが憧れてくれた私でいようって決めたから。今からでもヒカルちゃん押していいですか？どうぞ。だからみんなでここを脱出するまでは頑張る、頑張れる。今は
そうさせて。うわぁ、光。嘘か。わかったよ。今はそうしよう。方針。名簿更新？なるほど。え、見て見て。あ、ヒカルさんが来てる。みんなで力を合わせてメダルを集める新たな八木さんチームの中心人物。ヒカルはライオンのことだって恨まない。マリアが憧れてくれた自分であり続けることがマリアに胸を張れるということだと思うから。大事なもの、マリアからもらったもの全部。ちょっとうわいやもうヒカルちゃんのお話聞いて私多分今体温2度くらい上がった気がするもん。いや、わかる。ねえ、ギューってなったわ。うん。はあ、強いよ。ねえ。ライオンの気持ちはわかるよ。ライオンはライムを本当に大事に思ってたし、焦っちゃうよね。でも、マリアの気持ちを無視したことだけは、やっぱり許せない。誰もがライオンを信頼してた。だからこそ余計に悲しくて、悔しいんだ。優先生が悪いんだ。ライオンは大人っぽいからつい優先生が頼りすぎちゃったんだ。もっとライオンに楽をさせてあげていれば、あそこまで追い詰めなかったかもしれない。それは、僕もそうだったかも。でももう、終わっちゃった話だから。受け入れるしかないよ。いい結果も、悪い結果も。選べるのは、これからのことだけ。ああ、大人やな。そうだね。まあ、でも、頼るっていう部分ではさ、一番最初のヒカルにみんな頼りすぎみたいな話もそうだったよなっていう。うんうんうん、そうだね。やっぱ、まあ、二台柱みたいなところがあったから、ヒカルちゃんとライオンちゃんの。そうだね。ただ最初からね、その第1話から、うん、ライオンちゃんはその期待をかけられることにそのプレッシャーを感じているっていう描写はあったから。あったね。そう、いやーねー。まあだし、やっぱ二人で違うのは、マリアがいたからなんじゃないかなって、うん、ライムは幼すぎて相談できるとかいう感じじゃなかったし。そうね、全部一人で背負い込んじゃった感じはあるね。そうそうそう。マリアは多分ヒカルがおかしかったことに気づいて、うん、こう周りに声かけたりとかできたから、助かったのかなっていう、まあ、助かってた部分があったのかなって思うけど、なんかライオンちゃんは一人だったのかなって思っちゃうな。なんかそこすごい対比だね。うん。いやー、えぐいよ。静かになっちゃったな、このキッズスペースも。ああ、そういえば名簿見た？あ、名簿見てない。ゾーヤちゃんね。そう、ゾーヤも3なんじゃない？そうだね。普段はふわふわと捉えどころのないゾーヤだが、ライオンがしたメダルの持ち逃げ行為には、彼らしかなる、やっぱそうだよね、ゾーヤくんだもんね。うんうんうん、彼らしからぬはっきりとした怒りを示した。友達を裏切るなんてとても悲しい、許せないことだ。大事なもの、ケープの下のネックレス。ほう。なんだ、ネックレスって。今までそんなのあった？ネックレスって。いや、なかった。だと思うけど。何のことなんだろう。なんかの形見とかですかね。え、何ですか？何ですか？え、あの優先生の人のなんか、うん、ね、あの女の子のなんかつながりあったりするのかな。そういうこと？さすがにでもそこ関係ないか、誰かの形見な気はするけどな。でも、うん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 。二人でいるし、ここも調べられるし。みんなでまた笑い合える日は来るのか。これね、大五郎ね、これね。いやー、いやーそうなんだよね。メインがいる。こんにちは。こんにちは。じゃあちょっと先にアキちゃんから聞くか。先に、ね、うん。あ、二人一緒かな。
二人とも元気出して。あのライオンがあんなことをするなんてショックだったかもしれないけど、私は別にライオンがやったことは絶対にダメだとは思ってないの。ママ怒らないでよ。実際ルール違反とかではないでしょ。そうね、例えば私が壊れたお菓子の自販機なんかをその辺で偶然見つけたとして、中のお菓子を私が独り占めするのって冷たいかもしれないけどズルではないでしょ。うん、そうだね。まあ見つけたもん勝ちみたいな。ちょっ、うん、うん。優先性的にはみんなで分けようよって言うけど、ルール違反ではないかも。うん、ズルっていうのはまあそうかもしれないけど、ルール違反ではないか。なんかあれじゃない？あの、若干漫画で見た気がするんだけど。いや、そう、実はあの、ね、見てる人向けに説明すると、うん、様子には見るなって言ってて、ミロクは、うん、あの、漫画読んでるんですけど、うん、今、この瞬間ですね、漫画の、あの、エモいところが引き出されてます。あ、そうなんだ。気になるじゃん。そうなんだよね。今、だいぶここに入った瞬間から、あ、って思ってた。そう、なんかあの、サムネみたいなさ、うん、感じでさ、うん、見た気がしたんだよ、そういうシーンを。いや、そうなんですよね。うわ、深くは言えないんですけど。あの、漫画の軸とゲーム軸が、ちょっとってか、だいぶ違うくって。それでね、うんうんうん、だいぶ今、エモいことになってる。なるほどね。読むのが楽しみだな。はい、そう。お菓子もメダルも、分けなくちゃダメってルールがあるわけじゃない。うん。そうした方がいい子ってだけ。うん。なんかそういうことが言いたいのよ。ちょっと違うかもしれないけど。いや、わかるよ。なん。まあでもこうやってどんよりしちゃうなら、私はやっぱりそういうのはいいかな。楽しいのが一番。あら。秋ダイヤのメモを更新。みんな更新されてく。そうだね。へえ、これ普通にまだ話しかけられる？喋ってくれない。あー、同じかな。あー、うんうん、うんうんうん。名簿見ようか。見よう。と、ダイヤ3。ダイヤはライオンの裏切り行為に大きなショックを受けているようだ。人の気持ちに人一倍敏感なダイヤはきっとライオンの中の葛藤や苦しみを自分のことのように感じられるから。大事なもの、みんなの笑顔が描かれた絵。ああ、大役。やめてほしい。ライオンのメダル持ち逃げはあくまでルール違反ではないと考えている。目立ちたがり屋の秋らしい考え方だが、自分もみんなも楽しくないならやりたくはない。今ならそう思える。大事なもの、とても短くなったクレヨン。いっぱい使ったんだ。まあでもさ、なんかこの、なんだろう、二人だとさ、この二人だと意見が対立してるわけだけど、うん、自分の考えを持ててるって意味ではプラスなのかな。そうだね。どうしたらいいかわからないってなってグズグズしてる優先生との対比みたいな感じが、うん、とても優先生かわいそう。いや、しょうがない、大人の葛藤がありますからね。まあそうだよね。そうそうそう、人一倍そのプレッシャーがえぐいとは思うのよ。うんうん、うん、こういう自販機の誘惑に負ける子が出なかったのは救いかもしれない。うん。聞く？う、メインディッシュ行きましょう。はい。はい。ゆう、顔色悪いぞ。ああ、ごめん。ゆう先生がこんなんじゃダメだよね。せっかくちゃんとメダルを集めれば本当に脱出ゲートが開くって分かったんだから。ああ。楽しくなってきただろ。あんな形じゃなければもっと良かったんだけどね。でもそうだ、メダルがあれば本当にゲートが開く、それが分かったのはいいことだよね。そうそう、僕たちはコウモリだからヤギさんチームとかは知らないけど、メダルのためにいろいろやってきたのが無駄にならなくてよかったな。
だから今日可愛くない？可愛い。いやなんかね、なんて言うんだろう、聞き返したら、うん。この声が一番やってた。あ、本当？うん。え、なんか聞くたびになんか雰囲気変わってるような気がする。そう、そうなんだよね。だからね、ちょっとこれで安定させようと思ってちょっと練習してきた。ああ、いいね。可愛い。冷たい水が出る水道があって助かった。顔を洗えば少しは冷静になれるからね。うんうん。ここで過ごすのに随分慣れちゃったな。体感している以上に一日一日が濃いせいかな。実際何日くらい経ってるんだろう。一週間も経ってないんじゃない？経ってる。そうよね。一週間経ってない状態でこんだけ人いなくなったらそりゃもうダメでしょうね。確かにね。ちょっと先にまどかちゃんから聞こうかな。はい。おはよう、まどか。おはようございます。気分はどう？体調が悪かったら言ってね。別に。昨日のことは何とも思ってないです。マリアが脱落したのはメダル集めのためのアトラクションで失敗したからで。ライオンが脱落したのはメダルが足りなかったからで。ライムとルミ先生が脱出できたのはメダルが足りたから。合理的だな。全部これまで通りです。結局メダル、大事なものは数字ってことですよ。ちょっと待って、いやこのセリフ、待って、このセリフやめてください。本当に漫画だろ。刺さってる人いる。ずるい。まあ、私も刺さりたい。嫌だ、嫌だよ。そうかもね。いやー、まどか、俺大好き。一番、あの、幼稚園児からは想像もできないサメっぷりではあるけど。うん。いや、でもそういうところがいいよね。いやー、いやー、まどか、生きて。狼さんチームとして何もできないまま新たなヤギさんチームに合流した。最推しだったゆずりはを失い、カメラを向ける先をも失った彼女を支えるのは、大事なもの、カメラ。いや、ちょっと待って。いやー、やばい。やばいです。やばいな。ちょっとなんかしんどい始まりすぎないですか？いや、そうなんですよね。いや、そうなんですよね。いやー、いやー、やばいわ。やばいです。私、はやてくんいねえし、そうだよな。あ、そっか。そうだわ。まだ合流してないのか。うん、してないね。あ。そういえば、はやて、全然見かけないのら。どうせ苦戦してるんだろ。全部一人でやるなんてカッコつけたこと言うからだ。そのうち気まずそうに帰ってくるだろ。ひょっとしてもうメダルを10枚集めて脱出しちゃったのら。なんだと。確かにそれなら見かけないのも納得だけど、ハヤテ、あれからどうしてるだろう。もし本当に脱出しているとしたら、素直にハヤテの無事を喜ぶべきだよな。うん。脱出してないよりかはしてる方がいいよね。そうだね。うん、あいつに負けるわけにはいかねえ。ブルー、出動だ。ヒーローの真の力を見せてやるのだ。ヒーローより朝ごはんの方が先なのら。この二人は相変わらずだな。相変わらずだね。うん。ここにいないハヤテを除けば、これで全員か。ずいぶん少なくなっちゃったな。そうね。朝ごはんの時間でもいい。呼び方もうちょっとあるじゃん。まずはご飯を食べなきゃな。ドド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 ドだもんね。ね。名簿見せてくれよ。名簿見たいね、全員分。うん。お粗末様でしたデミ。ペコペコ。お粗末様。かわいい。さて、みんな朝ご飯も食べ終わったことだし、今日もメダル集めしないと。ずっと顔が死んでるよ、ゆう先生。うん、そうなんだよ。うん、ブラック、いいのか？朝ごはん、ほとんど俺に分けてくれたけど。
牛乳も全部もらったのら。ああ、いいんだよ。なんか、今日は食欲が湧かなくてね。力が入らないぞ。うん。ゆう先生、今日はお休みしたら？ゆう先生とゾウヤは最近ずっと毎日メダルを集めに行ってくれてたでしょ？確かに。二人には、いざという時にウルトラジェット頑張ってもらいたいし。イントネーション、すごかった。ウルトラジェットだ、ガタン。そうだね。僕も、さすがにちょっと疲れてきたところ。それなら、今日はみんなは休憩所にいていいよ。ゆう先生が一人でメダルを集めてくるから。え、でも、いいんだ。自暴自棄になってる。これがゆう先生の大人としての当たり前の役割なんだから。ああ、もう犠牲になる気満々だ。うん。一人でできるわけないじゃん。うん。ライオンのこと気にしてるんだよね。図星だ。ライオンがリーダーっていう役割に押しつぶされちゃったから。先生が全部やろうとしてるんだよね。そんなのダメ。みんなに頼らなきゃダメって教えてくれたのはゆう先生でしょ。マリアが守ってくれたヤギさんチームをもっと信じてよ。そうだぞブラック、我が戦隊のことももっと頼っていいんだぞ。いいんだぞ。クスクス。うん。大人の言うからすれば子供たちなんてみんな役立たずなんじゃないの？大五郎もマムルもリンリンもユズリハもマリアもライオンも。みんな子供っぽいわがままで脱落しちゃった。足手まといだもんな。みんな黙って大人の言うことを聞いてれば。そんなこと思ってない。俺はただ、もう何を信じればいいのかわからなくて。はあ、ああ、その顔初めて見た。何その顔。ごめん。大きな声を出して。かなた、あんた、ふざけていいことと良くないこと、考えなさいよ。今のはひなたが言ったんだ。僕じゃない。またそうやって何でもぬいぐるみのせいにして。ひなたはぬいぐるみじゃない。じゃあなおさら、ひなたを都合よく使うのはやめなよ。まあ、かなたもちょっとおじさんに言ってみちゃっただけでしょ？あるある。ちょっと待って。気まずくなっちゃった。だいぶ気まずいね。あ、パントマイムしようとしてる？え？あ、そうか。それは思いつかなかった。え、何？ダイヤはなんて？アトラクションに参加しなくても、今日はメダルを集められるかもしれないって。え、なんで？なんで？ああ！昨日の夜、ライオンはメダルを落としながら走っていたでしょ？デミ回収してそうだけどな。いや、思った、うん。絶対回収してるくね？うん。ああ、確かに。気づいた分だけでも結構何枚も落としてたな。だから足りなかったんだもんね。あ、っていうことは、バイバイスロットから広場までの道端にメダルが落ちたままになってる？なるほど。落としたとはいえ、ルール的にあれは報酬としてゲットしたメダルですからね。
カエル卵が落としたメダルは没収とか言い出さない限り回収できるかも。あいつらなら言い出すかもしれないし、急いだ方がいいかもね。昨日はもう暗かったから、カエル卵もまだ気づいてないかも。さすがダイヤ、よく覚えてたね。いやいや、あー、かわいい。よーし、そうと決まればメダル救助隊出動だ。出動なら、だだ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 。みんなかわいい。みんなかわいいね。何やってるんだパープル、出動だ。お前が好きなバズるチャンスだぞ。あ、バズる、え、ちょ、やめてください。やめてください。ま、そうでした。大事なのは、バズること。お、え、おなにこの BGM。私としたことが、いつまでも後ろを見ててどうするんですか。バズりより大事なものなんてありません。新しいバズりはこのカメラでいくらでも生み出せるんです。なんかすごい方向に行ってないか、大丈夫か。古いバズりなんかメモリを圧迫するだけ。新しいバズりを追いかけるのが私の使命。ゆずりはちゃんのことを古いバズりなんて言うな。本当だよ。さあ行きますよ。おいいのか。大丈夫か。なんか急に元気になったね。まあ元気になったならいいか。から元気じゃないといいけど。でも実際のところメダルを探して拾うだけなら危なくないでしょ。わかったよ。今日はそうしよう。ライオンのメダルを無駄にするのももったいないし。ああ、カナタくん、ちょっとね、大声出されて落ち込んじゃったね。手差し伸べてる。一緒にやろうよって言ってんだ。カナタ、ダイヤが一緒に探そうって言ってる。わかってるよ。でも僕はそんなの興味ないから。僕とヒナタはヤギさんチームじゃなくて、コウモリだ。おう、行っちゃった。なんか意外な組み合わせきたな。ねえ。いじけちゃって。いやー。いじっぱりだよ。ほんとだよ。さて。え ?6 枚か。僕のメダルは今、6枚だ。集金の時間までにあと4枚集めて、広場の木のところまで行けば、脱出できる。そうだね。くすくす。ライオンが通った跡を探せば、4枚くらいすぐに見つかりそうだな。ああ、先に行くつもりか。え、なんかこれ、僕らが操作しない?そうな気がするね。ね。シンタたちはライオンがどこを通って広場に行ったかよく知らないはずだから。ユウ先生たちが動き出す前に、さっさと4枚拾っちゃおう。時間制限とかありますかね?ひなたをぬいぐるみ扱いする奴らなんて知らない。狼さんだ、ヤギさんだって勝手に盛り上がってるけど。僕はみんなで一緒に帰る気なんて最初っからないんだから。ひなただけいればそれでいい。そうだぞ。他の奴らなんてどうでもいい。かなたとひなたで脱出しちゃおう。やっぱ動かすんだ。そうだね。なるほど、行くか。じゃあ序盤からまたゲートが出てくんのか。そういうこと?ここに行けって言ってんな。ああ、落ちてる。あった。メダル1枚、あと3枚。あった。
確かこの辺りだったような。僕もそんな気がするけど。ないねなさそうだね。まあ昨日は暗かったし、それどころじゃなかったし。そうなんだよね。くそ、ライオンを追いかけながらでも俺がメダルを拾っていればライオンだって。今さらそんなのいいっこなしだよ。過去はどうにもできないよ。そうだよ、これからを選ぶんだろう。うん、そうだよね。とりあえずパッと見で落ちていなければ次に行こうか。うん。なんかゾーヤちゃんずっとあれだね、ユウ先生と一緒にいるよね。確かにそうだね。なんだろう。あれなら僕がメダルをこっそり拾っていることすら気づかないかもね。さあもっとメダルを探そう。まだまだ落ちているはずだ。さてあと2枚。そうだね。あーここにもありそうだ。え、こんなとこ取ったっけ。ね、ねえ、あー落ちてるわ。あった。あと1枚拾っちゃったら脱出できちゃうけど。あった。ライオンどこを通っていったのら。それはもちろん、この辺りなんじゃないか多分。この中の誰もライオンを追いかけてないんだから分かるわけないですね。そっか、このメンバーで探してても見つけられないわなんでこのメンバーになっちゃったんだでも情報は足で稼ぐんです。真のバズネタはその先にある。うん、なるほどな。つまりとにかくあちこち探してみようってことか。そういうことだ。僕ちゃんあんまり歩きたくないのら、シンタにお任せするのら。ダメです、次に行きますよ。見つけるまでは帰れません。おお、パープルが主体になっている。いくら頑張ろうと数字が出せなきゃ価値はないんですからね。いやー、集めちゃったけど。あの調子なら放っておいていいや。さ、広場の木に行こう。今ならゲートを開けれるはず。カナタとヒナタだけで脱出だ。え、これヒナタ出れるのかな。確かに。どうなんだろう。二人でって言ってるから二人分20枚必要デミーとか言われない？ワンちゃん。あー、それさ、うん、なんか10枚しかないからじゃあ置いてってって言われてぬいぐるみ扱いして出てったらさ、めっちゃ良くない？確かにぬいぐるみ扱いして最後出てったらめっちゃいいけど。あれどこだっけ、ここ。違う、これさ、これ他のびっくりマークってこれ言ったらどうなの？びっくりマーク、うん、さっきのとこか、これ。あ、そうか、さっきのとこか。そうあの2つ集めて、じゃあ広場だ。広場だね。 OK。あ、出ちゃうやん。ねえ、どうなるの？大丈夫？真っ黒すぎない？なんか。よし。メダルが10枚集まったぞ。はあ。お。来ちゃった。あとはこれをあそこに入れれば脱出ゲートが開くはずだ。これ来るんじゃないの？ねえ。あやつが、はやてが。ああ！来てほしい。いや、デミに邪魔されるかなとかちょっと思ったけど、はやてくんが来てくれるんだったらちょっと嬉しい。うん。いいのか？いいんだよ、ひなた。みんな、ひなたのことをぬいぐるみ扱いするし、助けてやる理由なんてない。僕たちだけで脱出するんだ。僕はひなたさえいればそれでいい。え、誰だよ。ええ、これだ、誰。あれか、あの妹かっこ仮かかっこなんかゆう先生と恋愛フラグ立ってた子かな。残念だけどそういうわけにはいかないの。お、え、え？は？
安心して。私はあなたの敵じゃない。でも、え？それじゃあ足りないんだ。足りない？やっぱ足りないんだ。嘘つけ。何回数えたってちゃんと10枚揃ってる。脱出に必要なメダルは10枚のはずだ。その子と一緒に脱出するんでしょ？やっぱり。わあ、20枚だ。だったらメダルは2人分20枚必要。え？違うの？その子は置いてくの？そんなわけないだろう。でもそんなの聞いてない。聞いてない？なんなんだよ。嘘つき。聞いてないはずないでしょ。メダルデミ、メダルデミ。あ、メダルデミ。ユーロピアは最初からひなたくんを一人として認識しているよ。最初にメダルをあげたとき、ちゃんと二人に5枚ずつ渡したでしょ。え、じゃあ最初から10枚持ってたってこと？持ってたんだ。え、あなたは何を思ったのか、それを隠してクリアできなかったキラキララビリンスをクリアしたふりをするために使っていたけれど。え？できなかったんだ。一人だけクリアしたってことにしてたもんな。うん、してた。え？君は本当に誰だ？わかったよ。それならしょうがない。あれ、ずいぶん素直だね。僕と日向で二人分のメダルが必要なんて言われてみれば当たり前のことだから。うん。みんな日向をぬいぐるみ扱いするから、僕もそれに引っ張られていただけなんだ。みんないつまで経っても日向をのけ者扱いする。でも君はちゃんと他の奴らと違って日向のことを分かっているみたいだから、それに免じて引き下がってやる。おお。まあ待って。あ、ひどいよね、みんな日向くんを。人の大事なものを大事にしてくれないひどい人たちばっかり。きっとみんなには大事なものがないから、かなたくんたちのことが理解できないんだよ。そんなひどい人たちを出し抜いて、二人が脱出できるだけのメダルを集める方法があるって言ったら、どうする？あ、いやー、そそのかされてる。ちょっと、マイマイマイご縁第5話、君と僕をつなぐもの。ちょっと一個だけ予想していい？うん。なんかさ、名簿にさ、大事なものっていう項目が追加されたじゃんっていう。されましたね。それとなんか関係あるのかなっていうのを考えた結果、僕の中で。はい。かなたくんがみんなの大事なものを壊して回るミッションが勝手に追加されてるみたいな。いかがですかね。ありそう。カメラ壊れてるみたいな。いや、壊れてる。あ、どうなんだろう。え、だとしたらさ、でもみんな平等に扱わなきゃってなってさ、あれじゃない、ひなたくんも取られたりするんじゃないのって思うけど。で、かなたと。全員でミッションやるみたいな。そうそうそう。お互い疑い合うみたいな。うわ。
いや、うわぁ。シータくん絶対ヒーローのお面なくなると思うんだけど。あ、絶対そうだ。ペロペロキャンディーでしょ。あー。あとは、あ、クレヨンか。クレヨン。だね。だし、ヒカルちゃん、だってマリアからもらったもの全部なくなるってことでしょ？え、そう。で、ゾーヤちゃんはネックレスでしょ？うん。よくわかんない。よくわかんないネックレス。あー。あー。なるほどね。えぐ。えぐいな。あれ、これ読んだっけ？読んでないです。あ、オッケー。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。これで足りるだろう。参加料のメダル1枚、全部受け取ったでみ。ってことは、これさ、ひなたくんの分も回収してて、2枚回収されてんのかな？ね、どうなんだろう。じゃあ、今8枚になったってこと？うんうん。メダル、ほとんどなくなっちゃったのら。それでも、ライオンが落としたメダルを5枚も拾えたから、どうにか集金をクリアできたね。そっか、そんなに拾えたのか。俺も1枚見つけたんだぞ！えらい。よかったね。うん。ありがとう、シンタ。マリアとライオンがくれた一日の猶予だ。また明日から気合を入れ直してアトラクション攻略を頑張らないとな。あ、なんかちょっと光が戻った感じするな。そうだね。うん。それにしても、あれだけ探して5枚か。おかしいな。本当はもっと落ちてると思うんだけど。うん、まあ、5枚見つけられただけでもよかったよね。お団子はおまんじゅうよりあましって言うし。言わない。どういう使い方なのそれ。しかも多分本当におまんじゅうの方が甘いと思うしな。確かに。あんこ入ってるからね。うん。うんな。ええ、ちょっとこの二人いいな。ねえ。ダイヤがメダル足りてるって。めっちゃ構ってあげるじゃない。ね。わかってるって。僕は大丈夫だよ。クスクス。ええ。いいな。ねえ。メダル残数。はい。ああ、いなくなったところがこうなるんだ。でもさ、減った枚数1枚だったよ。一枚だったね。うん。なんで？なんで？どういう仕組み？おー。おー。でもみんなギリッギリだね。そうだね。やばいね。うん。あー、はやてくん何枚持ってんだろうな。ね。あー、セーブしますか。はい。ブラック！うわっ。おはよう、シンタ。あー、なくなってる！え、ないわ！ない！ないやん。ない？レッドのお面がないんだ！予想当たってんじゃねえか。あれ、言われてみれば。あ、こりゃ、シンタくん終わったわ。終わったね。うん。どこかに置きっぱなしになってるんじゃない？はぁ！あ、ないわ！ない！あぁ。まどか、おはよう。おはようじゃないですよ。私のカメラがないんです。あぁ。え、まどかまで？やば。やばい。あぁ、やっぱない！先生、僕のネックレス、知らない。ゾウヤまで。へえ。一体何が起きてるんだ。逆にユウ先生の大事なものとかって何があるの。何があるの。ねえ。はあ。え、全員確認していかないといけないけど、その前に。はい。まず名簿をね。やっぱ。あ、そうだね。やっぱ、お面だったじゃないか。ああ、うん。狼さんチームとして何もできないまま新たなヤギさんチームに合流した。今なお、ヒーロー戦隊のレッドを自称し、戦隊の手下たちを連れます彼は、どこに向かっているのか。大事なもの、レッドのお面。いやー、ユウ先生と、昔のユウ先生とキャラかぶりしとるって。いや、そうだよね。そうかー。当たる。狼さんチームとして何もできないまま新たなヤギさんチームに合流した。シンタにくっついてこそいるものの、彼のヒーロー戦隊にはあまり興味がなさそうだが、大事なもの、うん、スペシャルなキャンディー。まあだよね、キャンディーだよね。ね。あー
あー、ダイヤくんのみんなの笑顔が描かれた絵なくなっちゃうの？そうだよね。無理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 。嫌だよー。はー。そうかー。ない！あ、ないわ。大五郎いない。あ、ちょっと待って、ちょっと先に飽きちゃう。はい。クレヨンがない。いやまあ、もう使い古して短くなっちゃったやつではあるけど。それでも、ずっと取っておいたやつなのに。秋野までなくなっているのか、何が起きてるんだ。あ、手紙があるけど、先にこっち。あれ、秋が描いたみんなの似顔絵がなくなってる。あー、ごめんなさい、ね。ダイヤのお気に入りだったんだね。それにしても一体なぜ？ちょっと私も涙出てきちゃった。じゃこれあと最後に調べよう。こっちにもいるでしょ。あ、そうだよね。ここで何がなくなったんですか？みんながいな、みんながないないって言ってるから、一応私もいろいろ確認してみたら、バッグの中のマリアコレクションが減ってるんだけど。コレクションしてたのね。待って待って、減ってるって何？全部なくなってないんだ。そうだね。単純になくしたってわけじゃなさそうだね。よかったね、いっぱいあってね。ちょっと気になるな、中身。うん。昨日寝る前には確かにあったはず。あれは大事なネックレスなのに。気になる。そうだね。一応、あれ、この二人、もう一回聞こう。俺のおめえ、あれがないと、困る。ああ。シータ、僕ちゃんのスペシャルなキャンディー勝手に食べたのら？食べてないって、ブルーが自分でなくしたんじゃないのか？そんなのより、こっちはお面がなくなってて大変なんだ！そんなのじゃないのら、スペシャルなキャンディーなのら。ああ。昨日は絶対に会ったのに、どうして、いや、誰が。ああ、疑いが。うん。そうか。ああ、これ同じかな。うん。かわいそうね。読むか。読みましょう。ん？なんだ、この紙。これは誰が書いた？犯行予告？ああ。カナタからの置き手紙？やっぱカナタくんが盗んだって形なのかな。そうだね。うん、そうなんだよ。君たちのお宝は僕とひなたが預かりました。流されるプールで待ってるぞ。カナタとひなたより。うわー、そんな、あのカメラがなくちゃ新しいバズりが撮れないじゃないですか。せっかくね、生きる希望を見出したのに。そうだよ、うん、しっかりしろパープル。お前の大事なものを奪われたショックはよーくわかるぞ。マドカのカメラはともかく、シンタはお面そんなに大事にしてないなら、なんならよく置きっぱなしにしてるなら、それはそれだ。お面のないレッドなんてあんまりレッドっぽくなくなっちゃうだろ。だからないとダメなんだよ。カナタ、こんな突然一体どうしたって言うんだ。お宝か。カナタにとってはこれもいたずらのつもりなのかな。うん、いたずらにしてはデンジャラスというか、やりすぎ？みんなが結構本気で大事にしてるものがごっそりなくなっちゃったわけでしょ？そうだね。とにかく、カナタを追いかけるしかないよ。確か流されるプールだっけ？そうだね。どうせメダルも集めなくちゃならないんだ。カナタを追いかけて、みんなの大事なものを取り返さなくちゃ。新しい場所だね。うん。あー、みんなついてくる。すごい。そんなドラクエみたいな。長い列が。長いな。かわいい。かわいい。そうか。
みんな意外とニコニコだな。そう。わたるくんがニコニコすぎる。え、そうなんだよね。うん。流されるプール。流されるプールか。流されるプール。